こんにちは。鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。いつもご視聴ありがとうございます。今回は小田急の七不思議をお届けします。小田急は何か不思議な私鉄ですよね。まずエリアが微妙です。京浜間なら東急、京急、東京、八王子間は京王、小田急はその真ん中といった微妙なエリアを走っております。今回はそんな小田急の不思議に迫ります。では早速参りましょう。車両の不思議。では小田急の通勤用の現役の車種をご紹介します。過去の車両は時間の関係で割愛します。小田急8000系、小田急のクリーム色にブルーの伝統的な色を残す最後の車種となっております。輸送力増強と通勤車両の大型化のため、各駅停車から急行まで運用可能な汎用通勤車両として登場しました。9000系以来約11年ぶりのモデルチェンジが行われ、1982年から1987年までの間に4両固定編成と6両固定編成が各16編成ずつ、合計160両が製造されました。2002年度から2013年度にかけて全編成に車体修理工事が実施されており、最初に施行された2編成を除いては VVVF インバータ制御への改造も合わせて行われました。その他の2編成に関しては開示直波制御のままです。不思議。なぜ8000系が西武譲渡車に選ばれたのでしょうか。西武鉄道としては国分寺線に小田急の8000系を投入する予定です。何両かは小手差車庫へ改装されました。なぜ8000系が選ばれたのでしょうか。譲渡された編成は VVVF 制御車で、西武が提唱しているサステナに合致して、さらに新車を入れずに譲渡車を入れることで低コスト導入するためです。西武へ譲渡された8000系は小田急線内を出発して JR 御殿場線経由で JR 沼津駅で折り返し、 JR 東海道、武蔵野線などを経て JR 新秋津駅経由で西武鉄道に輸送されました。しかしまだ小田急でも8000系は他の形式と協調運転しており、しばらくはまだ利用されるのではないかと思われます。西武鉄道はサステナ車両として全路線に VVVF を投入しますが、支線へ全部 VVVF 車両を投入するのはコストがかかるので他社からの成就を選択したわけです。8000系は成城学園前などの行き先から東村山行き、国分寺行きになるのですね。不思議。1000系、良かれと思ってやったことがかえってあだに。なぜワイドドア車は普及しなかったのでしょうか。1000系の一部の編成には扉が超広いワイドドアが採用された時期がありました。千代田線などに乗り入れるため、ラッシュ時の乗降をスムーズに行うために幅2メートルのワイドドアを採用しました。小田急線系、老朽化した2400系の置き換え及び9000系に代わる地下鉄千代田線への直通対応車として登場し、1993年までに4両25編成、6両8編成、8両1編成、10両4編成の合計196両が製造されました。この形式から本格的にインバータ制御を採用しました。ワイドドア採用としては小田急はパイオニアでした。しかしその巨大な幅のドアが原因でかえって乗客がドア付近に滞留し、車内の流動性が悪化しました。1998年に東急車両製造で2000系と同一の幅 1.6 メートルに改造する工事が行われました。2022年に最後まで残っていた1編成が廃車となり、1000系ワイドドア車は消滅しました。ワイドドアはその後東京メトロ東西線1万5000系などにも採用されております。小田急2000系、1000系の一部の車両で乗降時間の短縮を図って客用扉の幅を2メートルに拡大したワイドドア車両を運用していました。乗降時間の短縮自体は効果があったものの、扉幅拡大による座席定員の減少が問題視されました。1991年に1000系ワイドドア車両を増備した際に座席定員の増加を図る一方で、在来通勤車両と同等の座席定員確保と乗降時間の短縮を両立するためにモックアップによる乗降試験も含めた検討が行われました。この結果、座席定員の確保には客用扉間の座席を7人掛けとし、
客用扉の幅は 1600mm 程度とすることが最適という結論となりました。最終的に2000系は8両 ×9 編成の合計72両が製造されました。小田急3000系2代目、環境負荷の低減やバリアフリー化をテーマに製造されたのが3000系です。主力の車両の2600系、5000系、9000系は製造から30年前後となり、置き換えが必要でした。低コストを強く意識し、在来車両とも連結が可能で、箱根登山電車にも乗り入れ可能とした地上線専用車両として登場。312両が製造されました。2001年に製造、2002年より運用開始されました。しかし3000系は非貫通ということで千代田線へは乗り入れることができません。不思議、312両の大所帯なのになぜ3000系は非貫通としたのでしょうか。実は3000系は貫通式にするような設計になっていたようです。左右非対称の設計となっており、貫通扉を設置することも可能だったそうです。途中から小田急の方針が変わり、地下鉄乗り入れ用の貫通式の4000系を製造することになりました。4000系は総合車両製作所で製造され、E233 をベースに製造されました。しかし1000系、2000系、3000系をもっても8000系までは置き換えはできませんでした。したがって小田急では4000系も含めて同時期にいろいろな通勤電車が併用することとなりました。小田急4000系、小田急では、千代田線直通用車両として従来1000系を運用してきましたが、同形式の直通車両の一部には6両編成と4両編成を並結した10両編成があり、このタイプの編成は2003年に発生した韓国の地下鉄放火事件の教訓から、地下鉄線内の緊急時における乗客の避難に支障が生じる可能性が指摘されました。このため万が一の避難を考慮した10両固定編成で運用することを必要とされたため、4000系が製造開始されました。4000系は東急車両、その後の総合車両製作所 JR 東日本新津製作所にて JR 東日本 E233 系をベースに製造されました。また4000系のもう一つのミッションとしては、小田急の複複線の完全開通による千代田線を介しての JR 線との相互直通もあります。現在では小田急車の4000系は常磐観光線でよく見かけます。小田急5000系、複複線完成による混雑緩和の実感をコンセプトとし、より広く、より快適にをキーワードに開発され、2020年3月26日より営業運転を開始しました。本形式の導入に伴い、1000系、未更新車、ワイドドア車および8000系の置き換えが行われています。川崎重工業車両カンパニー、総合車両製作所、日本車両製造の3社による共同設計で、各メーカーが持つ技術を結集した車両に仕上がっています。全体的に不思議なのは、小田急は3000系、5000系、8000系となぜ千代田線へ乗り入れない非貫通型を出すのでしょうか。汎用的に使える方が便利だと思うのですが、千代田線は昭和40年代に開通したので、トンネルの幅が狭く、防災上貫通式でなくては乗り入れることができません。駅名の不思議、ニセアツギの不思議。何ですか、ニセアツギという駅があるのですか。いいえ、通常の厚木という駅です。では、なんでニセアツギというのですか。それは隣の厚木市の中心の駅が本厚木という駅なので、この駅がニセアツギと言われるようになったのです。そもそも厚木市にないのになぜ厚木と名付けたのでしょうか。相模鉄道の前身の神中鉄道が資金不足で相模川に架橋できなかったので、東岸の駅を厚木駅としたようです。相模鉄道、現 JR 相模線との連絡駅は当初川原口という駅だったそうですが、架橋できなかったので厚木としたみたいです。厚木から厚木町、現厚木市までは送迎バスで連絡していたようです。小田急に相模厚木駅、現本厚木駅が設置されましたが、厚木駅がこのまま残ってしまったわけです。
地元からも解消してほしい要望がありましたが、費用がかかると却下されております。今では地元からも偽厚木や嘘厚木と言われております。では偽厚木駅を少し探索しました。相模原駅の不思議、小田急相模原という駅があります。相模原の中心からはすごく離れており、また確定一部の準急しか止まりません。 JR の相模原の方が栄えておりますね。実は小田急相模原駅は JR 相模原駅より先にできたのをご存知でしょうか。駅開設当時は町村名としての相模原はありませんでした。しかし相模原郡都計画などにより相模原の呼称が定着しつつあったこと、また開設当時の駅所在地であった大野村で周辺町村との合併計画で相模原が新自治体名として有力となったことから相模原駅が採用されました。国鉄がその後横浜線に相模原駅を開設したことで小田急相模原へ改称されたのです。ひどいですね。国鉄は私鉄の駅名を奪うとは。しかし悲しいことにそちらの相模原の方が発展してしまったのです。そして多摩線が唐木田駅から延伸した際に JR 相模原と交差するように地下に小田急の相模原ができるのです。そうなると元の小田急相模原駅はどうなるのでしょうか。多分解消するでしょう。全行駅、なんといういい呼び名。いや、模範のような駅名です。全を行う駅です。しかし隣の駅が睦相日大前駅です。あの不祥事の連続の日本大学前ですか。だから全行日大前駅の方が良かったですね。全を行う日本大学ですね。十字架を貼り付ける意味で。全行駅の先にトンネルがあるのです。関東平野なのにトンネルですか。しかも山岳トンネルです。ちなみに名鉄常滑線に道徳という駅もあります。路線の不思議、江ノ島線はなぜ分断されたか、皆さんはご存知だと思いますが、江ノ島線は2022年3月のダイヤ改正で急行、快速急行、確定は藤沢止まりとなり、藤沢で運転系統が分かれました。藤沢駅、片瀬江ノ島駅は確定が行ったり来たりしております。片瀬江ノ島駅はインバウンドが多いのをご存知でしょうか。休日昼間の片瀬江ノ島駅から藤沢駅までは確定でも満員です。新宿駅から片瀬江ノ島駅へダイレクトに行くには特急ロマンスカーだけです。しかも1時間に1本程度。理由はダイヤネック解消だと言われております。藤沢駅はスイッチバック構造で線形も複雑です。ダイヤ改正まではこの複雑な線形をさばくダイヤは結構大変でした。小田急江ノ島線は全線複線で、藤沢駅構内の線路配置は非常に複雑。例えば相模大野から到着したロマンスカーが片瀬江ノ島に向かう場合、複線の反対側に移るシーサスクロッシングと呼ばれる X 型ポイントを2回渡らないと片瀬江ノ島への下り線に入れません。また10両編成が停車できるのは藤沢駅の1番線のみです。だから比較的乗客の少ない江ノ島方面の運転系統を分けて複雑な線形の上でのダイヤを緩和したい思いからだと思います。しかし2022年頃からコロナ禍が過ぎてインバウンド、外国人観光客が増え、片瀬江ノ島駅、藤沢駅も結構混んでおります。将来は藤沢駅は改良工事を行うようです。これは仕方ない選択だと思います。施設の不思議、なぜ小田急の複々線工事は生みの苦しみを味わったか。小田急小田原線の立体交差複々線事業は東北沢泉玉川間 10.4km は計画段階の1969年から50年、着工の1989年から30年かかりました。2019年3月をもって事業が完了しました。この複々線事業は訴訟による生みの苦しみを味わったことをご存知でしょうか。この東京都の都市計画にノーを突きつけたのが
小田急訴訟事業認可取り消し訴訟です。国土交通省は小田急線の一部区間を高架式とする東京都の事業に対し、都市計画法に基づいて事業認可を行いました。しかし、地下式を希望していた周辺住民たちが、騒音や振動で生活が脅かされるとして認可処分の取り消しを求めました。この裁判の焦点は国、行政が下した都市計画法の判断を司法が否定したことです。三権分立がしっかりと機能していることを象徴するもので、結局、住民は勝訴しました。しかし裁判が結審しないことをいいことに工事は関係なく進められ、今に至っております。しかし工事の中断が多かったのです。会社の不思議、相鉄、西武との関係、小田急と相鉄も買収、非買収の関係にありました。小田急のバックには東急がいました。相鉄の株を大量に買うように小田急に東急の後藤一族が支持し、相鉄の筆頭株主、持ち株比率約 30% になりました。しかし相鉄自身が第三者割当による敵対的買収の阻止を行ったため、買収に至りませんでした。さらに相鉄は公正取引委員会に審査を申し立て、1951年9月に小田急電鉄が相模鉄道の株を買い占める行為は、甚だしく競争を制限する行為であり、小田急が所有する相鉄の株式を直ちに放出せよという趣旨の裁定が下されました。当時の国鉄総裁の長崎総之助氏も仲裁に乗り出し、国鉄総裁、相模鉄道、小田急電鉄の3社間で3か条の覚書が交わされ収束しました。また犬猿の仲と称された西武鉄道とは箱根山戦争という争いを展開しました。ここでは詳細は省略しますが、全ての争いは東急の代理という感じでした。小田急の相鉄買収の主な目的は横浜進出だと思います。小田急は神奈川県にありながら横浜市を通っておりません。不思議です。モノレールの不思議。小田急もかつてはモノレールを有しておりました。向ヶ丘遊園駅から向ヶ丘遊園正門前にあったモノレールです。車両は日本ロッキードモノレールに出資している川崎航空機工業が同社の岐阜工場敷地内における実験用に試作した車両を購入し、500系となりました。このモノレールは好評で、多くの利用客に恵まれました。向ヶ丘遊園でウルトラマンショーが開催されると、車両前後端を覆う巨大なウルトラマンのマスクを取り付けるなどして話題となりましたが、その後レジャーの多様化などによって車用の時代を迎え、乗客は減少していきました。2000年の点検時には台車に致命的な亀裂が入り、運休となりました。管理人も川崎市多摩区生田に在住していた時は、このモノレールを生で見ておりました。結構、走行音がきしんでおり、向ヶ丘遊園の台影から見ており、大丈夫かと思いました。モノレールの色は初代ロマンスカーの色を踏襲しております。そのまま廃止となり、さよなら運転はされませんでした。向ヶ丘遊園自体も2002年に閉園し、現在は一部が富士コゲフ、富士オミュージアムやバラ園などで生田緑地に組み入れられました。視聴者の皆様、皆様ご自身でブログを作ってみませんか？趣味の鉄道、釣り、ご自身の生活の日記など、ジャンルは自由。ブログからはアフィリエイトで収益を上げることも可能です。管理人が使っているレンタルサーバはロリポップというサーバを使っております。独自ドメインのムームードメインと合わせて自分の独自のブログを作りましょう。ワードプレスというツールを使うと簡単にブログが作成できます。動画を作成するよりはハードルが低いです。申し込みは至って簡単です。ロリポップの申し込みは概要欄に貼っております。特急ロマンスカーの不思議。小田急といえばロマンスカーです。小田急の代名詞ですね。そんなロマンスカーにも不思議がたくさん存在します。ではそんなロマンスカーの不思議に迫ります。ロマンスカーの歴史。小田急初の特急電車が誕生したのは1949年です。戦後間もなく娯楽が多様化した時でした。黄色と紺色の二色塗りの新鋭1910系が8月から運行を開始。新宿、小田原間の所要時間は90分でした。
1949年10月のダイヤ改正では正式に小田急ロマンスカーの愛称が用いられることになりました。さらに小田急は新宿小田原間を最短60分で結ぶという構想のもとに、国鉄の鉄道技術研究所の協力を得て高性能電車の開発を進めていました。画期的な流線型高性能高速電車として1957年に登場したのが3000系 SE 車でした。 SE とはスーパーエクスプレスで超特急という意味だと思われます。流線型が主な特徴です。もう一つの特徴としては、高速化のために連接車を採用したことです。車体間に台車を配した連接構造のこの電車は、国鉄東海道本線上での試運転時に狭軌鉄道の世界最高速度の時速 145km を達成いたしました。 SE 車によって新宿から小田原までは64分まで短縮され、観光客の人気を博し、ロマンスカーの代名詞ともなりました。 SE 車は8両から5両に編成を短縮して、国鉄御殿場線直通の朝霧号などにも運用され、1992年まで活躍を続けました。パノラマカーとロマンスカー。1960年代、箱根への行楽客は増加の一途をたどり、小田急としても SE 車の後継を登場させました。1963年に誕生した3100系は運転席を2階とし、全面展望室を設けた車両、ニュースーパーエクスプレス、略して NSE と呼ばれました。この車両はある車両と売り2つです。まるで塗装だけ変えたのではないかという疑問も出てきます。名鉄7500系パノラマカーです。おそらくこちらの方が先だと思いますが、小学生の時持っていた交通博物館の下敷きに小田急と名鉄が両方掲載されており、売り二つなので不思議に思っておりました。デザイナーが同じなのでしょうか。NSE の登場後、1980年に17年ぶりの新型特急として登場したのが LSE 7000系です。さらに1987年には小田急開業60周年を記念してハイ SE 1万系が運行を開始しました。ロマンスカーの全面展望車のコンセプトはそのままに、色はこれまでのロマンスカー色のオレンジ主体から白地に赤のラインに変わりました。しかしバリアフリー構造ではないため、他のロマンスカーと比べ短く、2012年3月までに全車両が25年という短命で引退しました。一部は長野電鉄へ譲渡されて湯煙号で活躍しております。1991年にはそれまで JR 御殿場線の御殿場までの運転だった朝霧が沼津まで延長され、同時に JR 東海も車両を新造して相互乗り入れを行うことになりました。これに合わせ小田急は RSE 2万系、 JR 東海は371系特急電車を導入。どちらも7両のうち2両を2階建てとした編成で注目を浴びました。RSE も2012年に引退し、1編成が短縮の上富士急行に譲渡され、さらに JR 東海の371系も富士急行に譲渡、両方が顔合わせしております。その他現役のロマンスカー、一部は近日引退済み。6万系 MSE、 日本では初めての事例となる座席指定制特急列車の地下鉄直通を目的として登場した特急車両です。2008年に地下鉄千代田線直通ロマンスカーとして運転開始しました。また2012年3月17日以降は JR 東海御殿場線に直通する特急朝霧現富士山でも運用が開始されています。多彩な運行が可能な特急列車という意味で、マルチスーパーエクスプレス、略して MSE という愛称が設定されました。3万系エクセ、小田急沿線も通勤需要が増え、通勤用を意識した特急が1996年に登場、3万エクセでした。ところがアンケートを実施した結果、展望台のない特急がロマンスカーではないと不評でした。やっぱり乗客はロマンスカーには展望台を要求しているのです。5万系 VSE、アンケートがあった頃からハイ SE 車の置き換えとして登場したのが5万系 VSE でした。小田急ロマンスカーの伝統であった全面展望席と連接構造を復活させました。しかし白に赤帯というシンプルな色でした。この特急も短命に終わります。連接車ゆえ最新の技術を用いたことから老朽化が激しく、
かつ維持が困難なことから2023年9月に引退しました。2005年3月の登場からわずか18年、惜しまれながら引退しました。小田急7万系 GSE、 老朽化した LSE 車の置き換えとロマンスカーのさらなるサービス向上を目的として2編成14両が製造され、副複線がほぼ完成に近づいた2018年3月17日のダイヤ改正より営業運転を開始しました。3万系更新車、3万系エクセを2017年より順次外観内装のリニューアルを開始し、エクセアルファに愛称を変更しました。主な変更点、塗装変更、 VVVF 装置を1000系のものに変更、 LED 照明の変更など施されて改造されました。さて、ここまでが小田急ロマンスカーの歴史や車種のご紹介です。ここからは管理人がロマンスカーを利用して不思議というよりはささくれな体験をしたことをご紹介します。はい、小田急電鉄の七不思議のですね、最後の、特急ロマンスカーの七不思議をお届けいたしました。それで今まではですね、車両の歴史、それから、車両の種類ですね、そういったものをお届けしたんですけど、これがですね最後の不思議になります。私ですね、平成鉄郎はですね、1997年から1999年ぐらいですかね、川崎市の生田に住んでおりまして、小田急はよく使われました。でですね、面白いことがございましてですね、私ですね、新宿駅から、箱根湯本までですね、平日まあ有給取ってですね、よく箱根温泉に行ってたんですね。で、小田急の新宿駅からですねロマンスカーに乗って、まあ電車、まあ要は切符を買ってですね乗ったらですね、周りがですねほとんどいない、私の車両乗ってたのが多分おそらく3人だったと思うんですね。ところがですね、3人しか乗ってないのに、私が座ってる隣がですね人が座ってるわけですね。で、この2人の座席の周りを見たらすっごく空いてるわけですよ。なのに、私が座った横にですね一人座ってですね、なんでこんなに空席があるのに相席になってるのかなっていうことをですね、私ロマンスカー乗ってですね初めて、体験したのがですね、この奇妙な席の座席の、予約システムですね。はい、今はどうなってるかわからないですけど、最初ですね、私ちょうど95年ぐらいにですね関西からこちらへ、移住してきてですね、でまあ最大で 2,3 年目ぐらいでですね、まあ小田急のロマンスカーに初めて乗ったらですね、空席なのにですね隣に乗ってくるっていうとんでもないことが起こりましてですね、まあその人とですねずっと気まずくですね行ってですね、でですね、町田ぐらいだったんですね。確か5人、それでも5人ぐらいしか乗ってこなかったんですよ。だから、面白い光景があって、なんかペアみたいになって、あっちに2人、こっちに2人、私2人って、なんか、なんだこれって思ってですね、今まで私は何回とか近鉄が乗った時にですね、空いてる席にギシギシ詰めて、それしかも周りが空いてるのには、なぜ相席なのかということですね、本当は不思議に思いました。で実はこれね、昔コマーシャルがあってですね、サントリーモルツのコマーシャルがあって、鈴木京香さんがですね、まあ、モルツっていうプロ野球の OB がこう出てるのがあってですね、で鈴木京香さんがですね、なんでモルツは美味しいのって言って、で次はですね、なんでこんなに周りが空席なのに相席なのっていうふうに、隣がですね元赤ヘルスーパー、まあ、赤ヘルの山本浩二選手、元浩二選手が座ってですね、それが何気ない顔で座ってるのがですね、めちゃくちゃ面白くて、なぜ、まあ、まさにですねロマンスカーっていうのは空席がたくさんあって空いてるのに、なぜ自分の隣が相席なのかという、まあ、とんでもないことが起こりましてね、今はどうなのかちょっとわからないですけど、まあ、そういうことがありまして、で不思議なのはですね、この座席予約が絶対どういうロジックで取られてるのかということが不思議に思っております。はい、
ということでございますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、全部でですね、7つの不思議をお届けいたしました。最後はちょっと私の、ボケみたいな形で失礼いたしました。